待っていたぞ、心の友よ。いや、実はな、高橋先生に教材を運んでくれって言われてんだけどよ。おうよ。すまね、助かるぜ。こら、こんなところで油売ってたの？今日は委員の手伝いをしてくれるって約束だったでしょ。もしかして忘れちゃったの？なんだ、お前綾辻さんの手伝いをすることになってたのか。それならそうと最初に言ってくれよ。まったく気を使いやがって。ごめんね、梅原くん。いやいや、まったく問題ないよ。そう、それじゃあ悪いけど彼を借りていくわね。どうぞどうぞ、しっかりこき使ってやってくれよ。うん、そうさせてもらうわ。じゃあ行きましょうか。今からするのよ。そう、梅原くんには申し訳ないけど、あなたは独占させてもらいます。そんな不安そうな顔をしなくても平気よ。仕事は山のように用意してあるから。ほら、何してんの？早く行きましょう。あれ？お仕事の増量が希望かな？だったら態度で示さなくても言ってくれれば。ねえ、そのつもりはなかったんだけど。うん、けどまた今度やるからいいわ。たまにはね。珍しいとでも言いたいの？その口に何か詰めてほしいみたいね。少し話がしたいなって思っただけ。
口に詰めるものは何がいいかしら。そうね、率直に聞くわ。私のことどう思ってる？やっぱりあなたって愚直ね。予想通りの面白い反応だわ。今のはただのおふざけで。面白みは削って本題ね。そうね、どう言えばうまく言えるのかわからないんだけど、あなたは自分の存在が私に影響を及ぼしてるのはわかってる？やっぱり気づいてないか。丁寧に説明すると、私にとっては不思議なことだったの。あなたが損得感情なしに私のそばにいるってことがね。ええ、でもあなたがいて楽しかった、嬉しかった、それでよかった。そこに不安を覚えるまでは。あなたがいなくなる可能性、そう、いつまで一緒にいられるのか。私は今の生活を失いたくない。例え話にしてもそう思うと怖いの。だからってずっとそばにいてほしいなんて私には言えない。そうでしょ？だって私とあなたの間には何もないんだもん。でも証明できるものはない。違う？だから私をあげる。わかるでしょ？ええ、その代わり今あなたがいる日常を私にちょうだい。ありがとう。いいわよ、いつでも。
心臓が壊れちゃうかと思った。契約成立ね。嫌い？そっか。ええ、どうぞ。そうね。そろそろ帰ろっか。女の子と仲良くなった？ご主人様なんてやめてよ。誰かに聞かれでもしたら、ただじゃ済まさないわよ。そうだ、ちょっとお願いしたいことがあるの。ありがとう。この間授業で集めたノートが理科準備室にあるんだけど。そうなの、一人だと持ちきれなくて。
そうね。途中から持つわよ。あなたの見せ場を取らないようにしてるんでしょ。何をぼーっとしてるの。ほら、行くわよ。Yeah.